疲れ様です。テニスの岩本統括コーチです。ですから、全日本学生室内テニス選手権がですね、もう、3日後か2日後、まあ、始まりますけども、どうですか、関西大学勢、男子が5選手、女子が4選手出場しますけども、まあ、全体通して どうですか、彼の調子。今日も一緒に汗を流して、まあ、練習をやったんですけども、まあ、非常に、全体的にも調子がいいですし、対戦相手も決まっているという中で、まあ、細かな、対策ですね、と、うん、いうのも、まあ、しっかりとできて、まあ、非常にいい状態で試合に、挑めるんじゃないかなというふうに思っています。ここは江坂テニスセンターで、まあ、実際の試合会場になるわけですけども、やっぱここでこう練習がこう事前にできるというのは、こうアドバンテージというか、はい、有利かなと思うんですけど、このあたりどうですか。そうですね、室内コートでもありますし、まあ、サーフェイスも少し早いというところで、まあ、事前に、このコートで練習ができるというのは非常に、大きなことだと思いますね。なるほど。で、まあ、先週に事前にこういろんな話を聞いたんですけども、こう室内ではこう球が速く感じるというか、はい、速いというようなことを言い方しますけども、実際どうなんですか、このあたりでも。少しそうですね、サーフェイスが古くなっているというところもあると思うので、実際には速くなっていると思います。でそれ要は外のコートよりも速い、はい、速いと思います。あとこう空間的にこう全部こう密閉されている状態なんで、それでこうあと壁が近い外の、はい、それでこう感覚的に早くこう感じるのかなというところもちょっと思ったりしたんですけど、この辺それはそうでもない、どうですか。まあ、感覚的にも早く感じるというのは大いにあると思いますけども、今日実際にボールを打ってもやはりコートは早くなってますね。なるほど。となるとこう試合展開としてはこうストローク戦よりも早くこう勝負が決まるような戦い方になってくるんですかね、どうですか。そうですね、もう間違いなくサービス力、リターン力、そしてサービスリターンからの2球目の攻め、ここがキーになってくるのかなと。そして最後ネットプレーですね、ここの回数をどれだけしっかり上げれるか、これで勝敗が分かれてくると思いますね。なるほど。ということで、まあ、室内に向けてはそういうところをこう重点的にこう練習しているとやってきましたね。なるほど。でですね、こう実際にこう、ドローが組み合わせが決まりまして、はい、まずちょっと男子からね、ちょっといろいろ聞いていきたいなと思うんですけども、はい、まず第4シードで松田選手が出場しますけども、松田選手もちょっと、室内前に、この大会の前にちょっとこう怪我をしたというようなところもありましたけども、まあ、彼のこう状態といいますか、どうですか、松田選手に対しては。意識もかなりインカレ後から、まあ、高くなってまして、まあ、調子も決して悪くないですし、状態としては、まあ、非常にいいと思います。ただですね、1回戦の相手が慶応の白藤君、うん、彼は実力を持っている選手なので、1回戦が勝負なんじゃないかなというふうに、まあ、思ってますし、彼にもそう伝えています。なるほど。まあ、松田選手の話を聞くと、こう徐々にこういきなりパッとこう調子を上げるんじゃなくて、こう徐々にこう上げていけたらなというような話もしてましたけども、はい、じゃあもうやっぱり1回戦から本当にしっかりやらないと。そうですね、はい、試合の中では徐々になのかもしれないですけど、ラウンドではもう1回戦から、はい、フルギアでいかないといけない相手だと思いますね。なるほど。松田選手は、まあ、昨年の関西学生選手権でシングルスで準優勝で、ダブルスで大井君とのダブルスでは、まあ、準優勝して、まあ、多少自信にはつながっているという言い方をされてましたけども、やっぱり全国でどれだけ戦えるかなんだということを強く言ってましたけども、やっぱりそういう選手なんですよね。間違いないですね、うん、関西で、まあ、優勝するというのは当たり前ですから、彼に、関してはですね、まあ、準優勝優勝というのはまだ物足りないと、まあ、当然優勝、まあ、本人も狙ってたと思うんですけども、まあ、今回のインカレ室内で、まあ、どれだけ、松田が、全国で、活躍できるんだというのを、ね、見せてもらいたいですね。なるほど、わかりました。で、まあ、大井選手、まあ、同級生2年生も、はい、彼も、出場しますけども、はい、
ボイ選手どうですか、この間のキープスマイリングツアーで結構こういい成績と言いますか、はい、結構調子をつかんだというような話をしてましたけども、はい、まあ、彼の状態なりどうですか。彼の師匠でもある、まあ、元日本のトップランカーですねとキープスマイリングで、勝利を収めてますので、まあ、調子は決して悪くないと。ただですね、彼のポテンシャルを見たらまだまだここからだぞと、松田に続き彼にも大きな期待をしていますね。なるほど。でちょっと大上選手との話をしている時にちょっとガタイが少しちょっとごつくなったというか、はい、なんか筋力ついたなっていうちょっと印象があったんですけども、このあたりっていうのはこう僕の感覚で合ってます、どうですか。どうなんでしょうね。ただまあコロナ禍の中で、うん、まあ、ここにしっかりとトレーナーの指示のもとトレーニングしてますので、うん、逆にこのコロナ禍で、ね、体がしっかり作れてましたので、もしかして本当にその成果が、出始めているのかなというふうに思っています。なるほど。で、この大江選手と、松田選手ダブルスでも出場しますけども、はい、この1回戦がですね、この第1シードの羽澤選手と藤原選手と慶応義塾の第1シードと一発目当てた、はい、このあたりってどうですか。逆に1回戦で当たれてよかったのかなと思いますね、うん、で第1シードもかなり警戒はしていると思います、うん、緊張もしていると思います。なので、まあ、そこら辺を考えると勝てるとしたら1回戦かなと、うん、まあ、そこでしっかり、勝ってもらって、まあ、リズムを掴んでもらいたいなというふうに考えてますね。なるほど、はい。でまあ、以前、ね、この、2人の、テニスダブルスのテニスを伺ったときにまだそのお互いシングルスの戦い方をしているというような言い方をされましたけども、はい、どうですか、少しこう、ずっとこうダブルスもう2年目ぐらいになったと思うんですけども、お互いそのコンビネーションとか含めてこうダブルスの戦い方というのにもこう慣れてきているというか、そういうところって見えますか、どうですか。そうですね、インカレ後、まあ、細かくダブルスの戦い方というのは、一緒に学んできたので、うん、まあ、そこの成長を今回の試合でどれだけ見せてくれるのかなと、うん、はい、期待しています。なるほど。で大江選手はどちらかというとダブルスの方が自信があるんだというようなことを言ってましたけども、はい、やっぱその辺こうやっぱ自らこうやってて自信になってるのかなという感じしましたけど、どうですか。いやどうなんですかね、勝ってるのがダブルスだっていうだけであって、うん、シングルスも本当に素晴らしい選手なので、うん、まあ、そう思ってほしくないですけどね。あ、なるほど、はい、やっぱシングルスでの選手だっていうだと思います、うん、はい、なるほど、分かりました。で、まあ、シングルスなんですけど、もう一人高橋選手、はい、キャプテンですね、このシーズンの、はい、まあ、30番目で確かギリギリですよね、そのワイルドカードじゃなくてに、まあ、本戦出場ということになりましたけど、高橋選手に関してはやっぱこうチーム もうまとめていかなきゃいけないというところも期待されていると思うんですけど、どうですか高橋選手については。まあ、以前よりも冷静にプレーができるようになってますので、うん、まあ、去年なんていうのは少し自分から崩れた試合が多くてですね、まあ、そこら辺の修正をしっかり行った上で、まあ、今回の試合を、うん、に挑んでもらうというところで、うん、彼のアグレッシブなプレーと、うん、時に冷静に相手を見るプレーのそのバランスですねを今回は期待したいなと。で、まあ、事前に話聞くとこうサーバンドボレーというか、はい、まあ、そういうのを積極的に仕掛けていきたいというふうに言ってましたけど、やっぱそういうテニスが彼はできるというところなんでしょうね。そうですね、練習の中でもトライしているのは見てますので、うん、相手に隙があれば、サーバンドボレーで、すぐにポイントを取るというプレーもできると思います。なるほど、分かりました。でもう、ダブルスでもう一組、出ますけども、山川選手と平川選手ですよね、はい、山中選手と平川選手ですけども、はい、まあ、この二人も愛生医学院から共に関西大学やってきて、はい、1年生の時からこうダブルス組んでというところなんですけども、この二人のこうダブルスというのはどういうふうに見られてますか。実力を持った二人ですから、まあ、正直言って、まあ、早く上位に上がってこいよ、うん、いつまでその位置でやってるんだっていうのが、まあ、正直気持ちとしてありまして、うん、まあ、今回のこの室内でやっぱり山中島が強かったなと、うん、言ってもらえるような成績を
残せるはずなんですね、うん、なんであのぜひあの上位に上がるようにどんどんチャレンジしてもらいたいですね、うん、でまあ王座とかの方法とか考えるとやっぱりこうダブルスの1ぐらいではもうしっかりやってもらわなきゃいけないっていう気持ちなんですね。 それだけの力はあると思います、うん、まあ、もう自分を信じれるかだと思います、うん、なるほど。で、平川選手の中に話聞くと、どちらかというと2ボレーでこう戦いたいような話をされてますけども、やっぱ彼らはそういう戦い方を、まあ、ダブルスでこうやっていくみたいな印象です。どうですか？2ボレーもできますし、2バックもできますし、うん、サーブもあります。全てあるチームですから、そのバリエーションを試合の中でどう使っていくかがキーになってくるんじゃないかなと思うんですけどもね。なるほど、わかりました。まあ、男子はね、まあ、この5選手が出ますけども、こうズバリこう優勝を狙える位置にいるかどうか、どうですか？全員いると思いますね。これだけ大学関係者のですねご理解もあって、準備段階で、しっかりとさせてもらいました。なのでその感謝の気持ちをねしっかり持って戦ってもらえれば全員にチャンスがあると思いますね。なるほど、じゃあちょっと期待したいと思います、はい。でまあ、次女子なんですけど、女子も4選手、はい、出場しますけども、まずこう一つ聞きたいのはその中塚選手ですね、はい、4年生で、はい、本来ならば大体関西大学の場合は、王座が終わったら引退と、そうですね、っていう流れなんですけど、今シーズンはちょっとまあ王座なくて、で全日本インカレで中塚さん出ましたけど、ちょっと思うような納得いく成績が残せずに今回の室内にもエントリーしましたけども、でシングルスとダブルスとどちらとも、中塚さん出ると思うんですけども、中塚さんに関してはこうどういうふうにこうずっと見られてましたか？何か思いがあるんでしょうね、うん、なので、まあ、引退を、まあ、少し遅らせて、もう一回チャレンジしたいという気持ちを持ってるから、まあ、インカレ室内に出るんだと思うんですけども、もうその気持ちをですね本当に前面に出して、試合してもらいたいなというふうに思いますね、うん、でもこう中塚さんがそうい こう気持ちでこう やることがこうチームの他の選手にも非常にいい影響を与えるのかなというふうに思うんですけど、このあたりでどういうふうに感じられてますか？そうですね、まだ自分のテニスに、うん、まあ、未練じゃないですけど残したものがあるんだと、この状態で、引退なんかできないんだっていうようなその姿勢っていうのは間違いなく他の部員の選手にも伝わってると思いますね、うん、なるほど。でダブルスでは、中村選手2年生と、はい、まあ、組んでというところで、これ前週の、九州室内に出場されましてこのペアでこう優勝されてますけども、どうですか、こう非常にいい状態になってきてるっていう感じですか？間違いないと思いますねなかなか今このコロナ禍の中で、うん、遠征がまあできない中で、うん、本当に大学関係者の方たちにですねご理解をしてもらって行かせてもらった遠征の中での優勝なので、うん、これは大きな一勝だと思います。これを持ってもう自信を持ってですねインカレに室内に挑んでもらいたいと思います、うん、こうダブルスでこういける優勝できるぞっていうような感覚というのはコーチの中でありますか？思いがありますからね、うん、インカレの時にやっぱ優勝を狙ってたと、うん、それができなかった、その日に、もう一回インカレ室内でチャレンジしたいんだというような、うん、コメントもありましたし、うん、まあ、それをずっと持ってここまでやってますので、まあ、頑張ってほしいですね、うん。まあ、コンビを組む中村選手なんですけども、はい、私関西学生、夏感って言われる、やつでちょっと試合でちょっと、負けてしまってかなりこう悔しい思いをして、まあ、涙を流している姿をちょっと見たんですけども、やっぱ彼女のこうを引っ張ってきたのもやっぱ中塚さんみたいなところもやっぱあるんですかね？彼女はよく涙しますからねまあでもそれだけ努力してる証拠だと思うんですね、うんうんうん、でまあ、その努力をするにあたってその中塚の影響っていうのは非常に大きいものがあると思います。中村選手ももう本当次3年生にもなるんで、こうやっぱこう引っ張っていかなくちゃいけない立場になってくるんで、まあ、そのあたりも含めてこう期待感もあるという。ありますね、
なるほど、わかりました。でダブルスもう一組は、鈴木さんと、はい、坂本選手、はい、というところで、この辺のこう組み合わせというのが僕すごくどうなるんだろうと、はい、ちょっとこうワクワクしながら見てたんですけども、で鈴木さんはもうずっとダブルスで大野選手という、ね、はい、上の人とも非常に成果も出しましたし、じゃあ大野さんが引退しました、じゃあどう誰と組むんだろうというようなことをちょっと気にしながら、過ごしてたんですけども、ここ坂本選手と、はい、というところで、この辺のペアリング、まあ、山本コーチも当然、はい、関与されていると思うんですけども、どうですか、この辺で意図と言いますか。そうですね、坂本に関してもキープスマイリングで準優勝を、うん、まあ、坂本鈴木でしてるんですけども、本当、まあ、正直な話、中塚、大野七子が抜けると、これはもう本当に関大のチームにとって大きな、穴だったんですけども、うん、ここに、坂本がこう出てきてくれて、で、まあ、坂本だけじゃないんですね、インカレ室内に出て出れないんですけども、他に1年生でもものすごく力をつけてきてくれてる選手もいますし、うん、まさか、ここまで、うん、この穴を埋めてくれるとは思ってもいなかったので、ちょっと今、半分ホッとしてますね。なるほど、ホッとしてる。なるほど。で、こう鈴木さんね、今日先ほど話聞いたんですけども、はい、最初はちょっとコンビネーションとしてちょっと合わないかなっていう感じしたんですけど、はい、こうキープスマイリングで試合をやっていくことにこう合ってきたみたいな話をされてましたけども、やっぱそういうものなんですかね、こう試合やりながらこうコンビネーションが合ってくるみたいなところってあるんですか、テニスは。いや、もうさすが鈴木だなというところだと思いますね。なかなかそう簡単にコンビネーションと合うものではないですよ、うん、しかも準決勝戦ですかまで上がるっていうのは、うん、そう簡単にできることではないんですけども、うん、まあ、そこは鈴木のダブルスの技量というものがさすがだなというふうに今思ってますね、うん、なるほど、やっぱ対応力というのはすごいですね、鈴木さんというのは、ね、あると思いますね。なるほど。でよく考えると、その大野選手も、まあ、左利きで、はい、だったんですけど、まあ、坂本選手も左と、はい、でこの辺もこう一つこうペアリングとして少しちょっと考慮、まあ、考える一つの材料になったのかなと思うんですけど、どうなんですか。こそこは考えてないですね。なるほど。だから左同士で、だから鈴木さんに話聞くと、はい、やっぱちょっと大野さんと同じ左なんで、はい、というところで、まあ、プレーとしても、まあ、やりやすい部分もあるみたいな話をしましたけど、左でも少しまあタイプの違う左なので、うん、普通はそう簡単に合わないです、うん、なんですけど、そこを簡単にも合わしちゃうっていうのは、鈴木のこれは技量だと思いますね。なるほど。でその、鈴木選手と坂本選手のペアなんですけども、これ1回戦で、はい、第1シードの、はい、平選手とか、はい、筑波の選手、慶応義塾か、はい、と当たりますけども、このあたりも非常に1回戦から非常にシビアな戦いになってきそうですけど、どうですか。まあ、戦い方次第では、そう難しい相手ではないかなっていう、僕は考えてるんですけど、うん、まあ、本人たちが第一シードだというふうに思いすぎないことだと思いますね。実力的には、本当にイーブンだと思います。なるほど、わかりました。で今日一応坂本選手と練習でちょっと参加されてなかったんですけども、はい、坂本選手は去年の全日本インカレもシングルスで出場されて、はい、こう徐々にこう力をつけてきたなという印象があるんですけども、どうですか、坂本選手に対してのこう評価といいますか。シングルスですか。シングルスも、はい、そうですね、シングルスも出場されるんで、はい、ここで終わる、この今のレベルで満足してはいけない選手ですね。まあ、簡単にはそういう選手ばかりなんですけども、彼女もそのうちの一人で、やっぱりトップで活躍する素材ですので、うん、もっと欲を持って、やってもらいたいですけどね。なるほど、はい、でまあ、左利きというか、はい、こう彼女の一番良さというかプレーの良さ、どの辺にこう見られてますか。フォアハンドですね、間違いなくフォアハンドです。フォアハンドはやっぱこう一級品の、彼女のフォアハンドは、学生レベルではもうトップクラスだと思いますね。ほう、はい、で女の子であそこまで綺麗にフォアハンドが打てる子も珍しいと思います。うん、結構体もこう身長も結構高いんで、はい、その辺もこう一つのこう武器というかになってくるのかなと思うんですけど、いかがですか、その辺。そうですね、うん、非常に、強いボールが打てる子ですから、うん、はい、それを武器に、戦ってもらいたいと思いますね。
なるほど、分かりました。本当女子も本当期待できますね、はい、分かりました。じゃあ最後にですね、まあ、全日本ありますけども、まあ、コーチとして、まあ、意気込みといいますか、聞かせていただけたらなと思います。そうですね、もうこのコロナ禍で難しい中、本当にみんな努力してくれてますので、ぜひ試合の中では自分を信じて、また自分を支えてくれてる人たちの思いも感じながらですね、プレーしてもらったらきっといい成績が残るんじゃないかなというふうに思います。もう思い切って、プレーしてくださいと言いたいですね。なるほど、わかりました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。